参考の問題解いてもらいます。これ全然バンカラジオより早いっすよ。うわー、なんでこんな水来るんだ。殴りてー自分を。じゃあ、チームズザットって気づいた瞬間に勝ったと思ってるのが多分ダメなんだろうな、本当に。イルユーマリーミーしか知らないんで。さっきあそこで寝てた人ですか。放題始まりました。もちっちゃんです。さあ、今回はですね、デンガさんにやってきていただきました。どうもこんにちは、デンガンです。よろしくお願いします。はい。まあ、何をするのか聞かされてないんですけど。僕も聞いてないです。で今、とりあえずね、なんかやるかもしれないからってこと、ペンとノートだけは用意したんですけど、今日何するんですか？問題解いてもらいます。シンプル。めちゃくちゃシンプル。ありがとうございます。だって英語ですもんね。そうなんですよ。数学ってことはあります？これ。数学ってことはないです。でも森哲先生の数学力見るみたいな動画ちょっとやってみたいかもしれない。まだ数と式です。いや、数と式って中1の最初のことですか？政府の数とかあの辺ですか？やっと解の公式を思い出しました。ああ、2a 分の、はい、あの辺一応、はい、センター試験で数学は1問しか間違ってないんですけど、はい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 、もう全然やっぱ忘れてますね。いや、そうなりますよね。実は僕の方のチャンネルでも森哲先生とコラボしたんで、はい、そちらの方も見ていただきたいんですけども、そっちでコラボした時ちょっとうってなりましたもん。もう久しぶりに公文取ったって思って。はい、そうなんですけど、はい、実はですね、あそこで和文英訳の問題解いてもらったじゃないですか、はい、あれどこの問題か言ってないですね、僕ね。あ、和文英訳確かに言ってない、はい、あれ実はですね、はい、今年の灘高の問題だったんです。灘高、はい、あ、なるほど。なので今日は灘高の問題解いてもらいます。なるほど。なるほど。あ、高校入試。そうなんです。なるほど、なるほど。僕の家の近くっすよ。あ、そうなん。家そんな遠くないですよ。僕は兵庫県出身なんで。一応ね、日本一難しいんですよ、英語が。あ、やっぱそうなんですね、はい、はい。その日本一の問題を解いていただこうと思います。あ、わかりました、ありがとうございます。はい、まあ、長文やるとちょっと時間かかってしまうんで、いろいろと文法問題を。あ、文法問題やろうかなと思いますね。ちなみにこれ、森哲先生のチャンネル出ると、はい、英語できるやつが来たって思われてる可能性があるんですけど、僕英語できないですからね。本当に英語できないですから、ね、アロハシャツ着てるからできんじゃないかとかですね。ボディーランゲージ得意っすよ。ボディーランゲージは得意っす。イングリッシュがね。家族ですか、これは。これちなみにハワイで現地で買ったものなんです。現地で買った。僕は日本で売ってないです。ハワイバリの英語力を。ハワイほとんど日本なんで。ほとんど日本で買って。見たことあります。日本語通じますもんね。日本語通じますし、看板とかも、あ、はいはいはい、英語、中国語、日本語の順で書いてますもん。自信はありますか？全然ないです。文法問題は特にないです。あ、そうだ、はい、結構ね、構文とかは取れてたりするところもあるんで、はい、じゃあやってみましょう。わかりました、はい、では解いてみてください。なるほど。5問やってもらいましょう。なるほど。あ、はい、時間計られてる。どれぐらい、どれぐらい時間計られてる。クソ懐いんですけど、この手の問題解くの。そうですね、まあその大学入試だいぶ少ないんで、こういう問題は。そうですよね。はい、できました。お、できました、はい、早い。これ全然バンカラジオより早いですよ。いや、でも合ってたらすごいってことですよね。そうですね、多分。一応これタイムどれぐらいでした？3分ぐらいですね。3分かかる。あ、3分ぐらい、はいはいはい。これ平均はどれぐらいなんですか、今平均レベル。平均とかは測ったことないですけど、はい、灘受ける人たちだったらまあ1分ぐらいとか。まあそうですよね、はい、では見てみましょう。最初の問題ですね、はい。I was absent from the ice-breaking party last night because of illness. はい、そうですね。なんで意味はもう全然余裕で分かる。意味は分かりました。病気で昨夜のアイスブレイキングパーティーが、アイスブレイクっていうよく言う。ああ、そうそうそう。休憩みたいな意味。みんな初めて会った人たちでこう、アイスっていうのはこう硬くなっちゃってるのを、それを砕いてこう打ち解けるような。あ、だからそれアイスブレイキング、そういうのなんて言うんでしょう。要はそういうパーティーを欠席したっていう。そうです。ところは分かりました、はい、なんで、それをやって、 illness が病気が主語になって、はい、illness prevented me from attendingending the icebreaking party last night. 正解です。おっしゃー、やったー、嬉しい。あ、もう prevent him from energy で、いや、アテンディング出せたって。おー、びっくりした。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。びっくりしましたね。はい、1番ですね。はい、 prevent him from energy、 正解ですね。いや、知ってました。これは知ってました。これは分かりましたね、はい。アテンディングを出せるっていうのがやっぱすごい。これが出せない人多いですからね。まあでも対義語みたいなんて結構こういう時大事になってきますよね。そうです、そうです、そうです。アブセントのちなみに対義語何だか知ってます？欠席するから出席で、アテンドじゃないんですか？あ、それだと動詞。あ、そういうことか。形容詞のこの be absent っていう形容詞のアブセントの逆が
あー、それわかんないですね。アテンディング、なるほど、 ING にして分子で形容詞化したっていう。実はスペルがすごい似てるキャラクター、プレゼント。あ、そうですね、これプレゼント言われたらわかる。プレゼントとアブセントが仲間だって知らない人がすごく多いですね。あー、プレゼントだ。アブスって離れるですね。 S 存在する、存在してるから離れる、いない。プレゼントはいる。さて次が It began to rain 5 days ago and it is still raining ですね。はい、まだ雨が降っているなんで It has been raining for 5 days は、まあ間違いではないって感じですかね。あ、そうなんだ、はい、残念。絶対望んでいるのはこれ It is still raining って言ってるんで、ずっと雨が降り続けてるなんで、ずっと雨が降り続けて Rainy っていうと雨模様って感じですね。あ、そうなんだ。降ったり止んだり降ったり降ったり止んだりっていうのが、あ、じゃあ rain、 rain has been raining。 はい、正解ですね。 has been raining。 なるほど、なるほど。まあ望んでる答えでしょうね。なるほど、なるほど。ずっと降ってるってわざと書いてあるんで still raining って書いてるってことは降り続けてるっていうので完了進行形を望んでましたね。で次が he looks older than he really is ね。はい、見た目より年取って見えるって悲しい文ですけど、まあ悲しい文ですね。老けているですが、はい、He is not as young as he looks。 この K っていうのが Young ではない、見た目ほどだと年取っているっていう意味になりますね。はい、この意味は K は実際より年取って見えるってことは、実際は見かけほど若くない、見かけほど若くない、見かけと同じぐらい、見た目より年取って見えるってことは実際は若いんです。ああ、確かにそうだ。これだと若くないになっちゃいますね。あー、確かにそうですね。見た目より若くないね。はい、確かに。まあまあ絶対それを狙ってるんですけど、なるほど。そうですね。はい、狙われました。ということは、Not as old は正解ですね、はいはい。なるほど。そうなんですよ。これもいやらしい問題だなと思いました。こういう場合日本語に直すとすごい、あ、どっちどっちってなってしまうと思うんですね。もやっとボール投げてる。もやっとボールもやっとって投げたいぐらいの気持ちの言われてみたらそうですね、はい。で次が Tom married Mary last year ですね。Mary was married with じゃないんですね。それがポイントですね。これが分かんないですよ。結婚するは be married from 分かんない in。To ですね。あ、To なんだ。そうですね。なんで、Where's married to か、married to とかですね。なるほど。これがポイントとしてよく狙われるところなので。なるほど、なるほど。With じゃなくて、だから英作文でも気をつけなきゃいけないですね。わかりました。そう。っていうところ。いやー、マリーとか、Will you marry me しか知らないんで。すごい、いきなりプロポーズ。いや、それしか知らないんで。誰に向けて？あ、さっきあそこで寝てた人ですか？誰ですか、それ。誰ですか、あの、ありもしないことを言わないでくださいよ。信じちゃうんで、視聴者の人。あの、分かってますよね、あのこの世界結構誤解を生みやすい。そうそう、本当にそうだと思います、ね、はい、いやでもちょっとなんか、はい、あれですね、この特に3番とかは正解できましたね、うん、そうですね。だから2番もまあ正解できましたね、うん、なんかちょっと爪甘いっていうところがちょっとダメだなと思いました。今5番 Can't seem to feel sick on the long drive. It seemed that he was sick on the long drive. わー、わざわざ変えなくていいところを変えちゃってますね。 seem to do を it seems that に変えるっていうのはもう大丈夫です、そこは。あ、he feel、 そうそうそう、 felt、 felt、 そうです、そうです。あ、なんでこの、なんでなんだろうな、ちょっとあれですわ、ごめんなさい。うわー、なんでこんな水降るんだ。探りてー自分を。うわ、なんで。いや、こんなデンガンさん見れない時代ですか。うわー、つらい。くそ。イッツシームズザットって気づいた瞬間に勝ったと思ってるところが多分ダメなんだろうな、本当に。ダメなんだろうな、はい。じゃあ一旦ご飯ブレイクしますか。ご飯ブレイクしましょう。そんな感じでいいですか。はい、ちょっとあの僕ちょっとチャンネルのノリ分かってないんですけど、こいつ本当に高学歴かって思わせるのにぴったりな問題を。またいろいろ言われるんだろうな。あ、これ極戦だなと思いました。ノーモアクライ。